めっちゃ緊張しまーす。なんかしようと思ってたけど、こんな人多いと思いませんでした。ちょっともうしないかもしれないです。ちょっと怖すぎ、マジで。マジで怖い。一番緊張してるね。頑張りまーす。次は芸能人3人います。いいね。次回流ビッグボスラボお任せパーフェクトディフェンダーナンバー3ディフェンダー福宮幸之助。続いて大分のデュエルモンスターナンバー5ヒデノ辰巳。皆さん拍手。なんちゃってサイドバックナンバー6石上光。電源使いなトリブラーナンバー7長島赤きプリンス、ナンバー30、神田光也。笑顔の大衆がナンバー50、帰ってきた金子雄介。さらに帰ってきた西野ファンタジスタ、ナンバー22、ブリュー光成。フィールドかけの副長、ナンバー23、松木俊之介。冷静沈着なルーキーナンバー28安嶋一輝。闘志あふれる守備職人ナンバー50杉山浩二。そして我らがベルスポイントのマスコットベール君です。アクション。この時期の秋だって結構、はい、めちゃ寒いでしょ。そうですね、もうマイナスは当たり前なので、もうこの、はい、もう春みたいな感じですね。春みたいな感じ。 J3 昇格するために自分自身全身全霊で戦いますので、今年1年間よろしくお願いします。サッカーだけじゃなくてオフのところの私生活の分であったり、サッカーに取り組む姿勢っていうのはやっぱり身近に一緒にしていて、15番の金子選手と一緒にやります。もらい事故だね。金子選手もらい事故ですけども、いいだ、盛り上げてくれよ。じゃあ一発芸行くぞ、いかる、いいか、準備は。松木俊之介選手、もしも松木俊之介が電線を拾ったら、おちょっと遊んでほしいな、もうちょっと遊んでほしいな。20秒経過です。失敗したら何かが起こる。もうちょっと遊んでほしいな。まだやるんだ。鳩ですかね。鳩です。理由はありますか？理由はなんか結構気まぐれで空飛びたいなって思う時あるんで。かわいいね。元気もらえますね。泣いてるよ。おめでとう。マイク、マイク。3月12日に、レゾナックドームで、レイラクシガと開幕戦が行われます。13時からです。優勝を目指すにあたって本当に大事なスタートの試合になりますので、ぜひたくさんの方に応援来ていただいて、選手を後押ししていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。ブリュー選手からでした。皆さんどうもありがとうございました。拍手を送りください。やったった、一発芸。くそ。